え、足柄で行くんですか？いつもの足柄コース。足柄で行くんですか？山北駅で降り。今日一発目。旅日記を撮ろうか。旅日記。前日の宿の時の住処に到着しました。なんか雨降ってません？落ちてて、はい、これから降ってるんでしょ。そう、傘持ってきました。傘持ってきたよ。今日出る直前まで忘れてて、あぶねーと結構歩かないとダメそうですね、こんなの。これはでも休憩っぽいね。あ、これうちらでもこれじゃないですもんね、スローハウスでしたっけ。こうやるともうこっちだけずれちゃう、ずれちゃう。こちら中のルミーさんで、なんかそれでバランスがあるやっと終わりましたよ。無事に通過装備チェック、通過抗原検査ね。はい、めっちゃ時間かかった。身分証明書も通過30分ぐらいかかりました。20分ぐらい宿違うんですか？なんか、沖縄住みかホテル。あ、そうなんです。沖縄住みかホテルあれですよ、多分高級な方ですよ。シングルは多分そこしかない。シングル1万円ちょっとぐらいだから。あ、でもあれか、ダブルなのか。ケーキさんと一緒に。そう、2人。明日の意気込みどうぞ。明日の意気込み楽しみます。一言だけです。何ですかそれ。ちょっと大きなこと言ってくださいよ。大きなこと言うと大体失敗してるから。いつも通り走ります。いつも通りは何だろう。いつも通りのハギさん。淡々と行って最後死んだふりして生き返るっていう。下山めがけてセグメントトップ取りますと。セグメント、そう、セグメントトップ取ります。お、言いましたね。取れなかったら焼き肉持ってください。意味あるの今回の意気込みを。今回はですね、2013年の23時間1分を超えるタイムで走りたいなと思ってますし、走れる気しかしないです。ちょっとさっきビールを投入してちょっと今口がよく回ってるんで、あとで何言ってたんだろうと思うかもしれないけれども、あの決して調子は悪くない。マジ今週先週と針にマッサージ3万円もかけてるんで、いける気しかしないです。まだ30分しか経ってない。え、マジで喋ったつもりだった。自己紹介、名前言わないと。渡辺慎吾です。絶景ナンバー、絶景ナンバー52番です。よく覚えてます。長尾くんよりもパフォーマンスインデックスは高いです。確かにそうですね。でも明らかにこの中で一番走力がありません。あれはおかしいです。マジおかしいよ。あのいつのやつ撮ってんだよって思うけど。何年生きてるんですかね。いや、3年前とか2年前、3年前じゃないかな。確かに最高値でやってんじゃないもしかしたら。最高値、俺743点。うん、あ、それが残ってる。そんな10年ぐらい前です。何も、はい、そんな感じです。岩垂れです。はい。なんだろう。明日の意気込み、3年前の自分を追いかけるというか追い越す走りを頑張ります。え、3年前ってどれくらいの人でしたっけ。3年前はぶっ潰れて25時間25時間ぐらい、ね、25時間ぐらいか。潰れて25時間って早すぎます。いや、途中10位まで行ったんで、去年、あ、前回は。今回は最後まで今で行けるように頑張ります。はい、みんなが期待して楽しみます。ぶちかませ2022。まだ45分しかないです。え、子供がもういいでしょう。おはようございます。今日は4月の22日金曜日ですね。UTMF 2022年の、大会当日ということになりますけれども、何せ気温が高い、そして日差しが暑い、
これはかなりもう脱水との戦いになることが予想されるんじゃないかなと思ってます。自身の目標としては、実は UTMF 自体は走るのが初めてなので、まず第一に完走目標っていうところと、あとは来年は何事もなければ UTMF が A レースになる予定なので、100倍以内には確実に入って、できるだけ100倍以内に入って来年の優先権をゲットしたいと思ってます。で、あとは目標なんですけど、目標タイムですかね。今回は、一応24時間前後で行ければいいかなと思っていたところでのコース変更だったので、多分21、2時間台とかそれくらいでゴールできればいいんじゃないかなと思ってます。とにかく UTMB が、大体4ヶ月後なんですけど、ここでちょっと追い込みすぎて練習の継続性が途切れて、故障なんかしてしまうと、モンブランに向けてのちょっと練習が積めなくなってしまうので、今回は極力、無理だとは思うんですけど疲労を残さないように走り切りたいと思っています。はい。そして、もう一つの目標としては、とにかく、動画を撮りまくって、皆さんに、大体そうですね、上位何パーセントになるのか分かんないですけど、100番以内とか、もうちょっと早いグループの走りとか、雰囲気なんかをお届けできればいいかなと思ってます。自分自身はとにかく楽しむことだけを目標に、最終的な目標としてはとにかく楽しむことを念頭に頑張りたいと思います。では行ってきます。名前もペンで書いちゃうから。サポーター打ち合わせ中です。なんか万が一この辺が合わなかった場合にチェンジしたいだけだから。これはだから準備万端ですか。準備万端、もう完璧。もう行きます。言える。じゃあ走ってください。今はい、アップしてきます。あと1時間半ぐらいですね、スタート。意気込みは意気込みは頑張って完走します。また頑張りましょう。頑張るぞ。ゆるゆる。田中さんは意気込みは何かありますか。意気込み、熱中症のやつら黙るって。気をつけよう、マジで。マジで食われるかもしれない。前に行っちゃいけないかもしれない。一旦上圧さん対策やってて。そうですね、夏くなる。一応サウナ行きましたけど。いやー、いい天気だ。富士山はどこなんですか。こっちか。ここからは見えないですね。スタート45分前。3時半ってもう夕方だからもう疲れちゃいましたよ。ないんじゃないですか。どうせ突っ飛ばしてください。だってそんな差がつかないよこんな。第一名物の方には、この後駆け抜けますので、でももうあと35分しかない。第一名物の方に道を開けてください。二つの指示に従っていただければと思います。いやどうせ参ったりいるだろうなって思って。もう会えるから。すげえな。張り切りがすごい。Ladies and gentlemen, welcome to UTMN!
6 5 4 3 2 1 Let's go!マジで飛ばすな。西方君がいた。これ。あれ、長尾さん、この子行っていいですか？いや、全然ここでいいでしょ。早すぎだよ。吉村さん、絶対行かない。吉村さん、見ました？ねえ、T100 で前行ったのは2人だけ？あ、上田さんも？うん。あ、でもいいじゃん。なんだよ、もっと前行ってくださいよ。いや、なんか明日の朝ぐらいまでみんな近くにそうっすね。45キロ以下の部優勝で。もっと軽くなってなかった？とりあえず45っていう区切りをつけました。今実際何キロなの？今42です。軽い。いや、そこら辺のなんかこれセクハラになるから、そこら辺の女の子はなんか軽そうだね。2年前はあられちゃんに、あ、3年前かあられちゃんに負けてるんですよ。あ、そうなの。なるほど。女子トップのあられちゃん。じゃあターゲットはその辺 で、ね、お久しぶりです。こんにちは。だいたいいつも近くにいるんですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。いやいや、だいたい負けてるからいつも。いやいや、そんなことです。IPGA でもう2回負けてるし。たまたまです。あだたらでも前にいましたし、ね、あ、そうです、あだたらが初めてお話して。
ありがとうございます。あれなんか随分遅いじゃないですか、この位置じゃ。いやいや、もうこれで精一杯です。体調が良くないんで、あんま。赤さん、目標はどれくらいですか。今日22くらいです。22くらい。うん、まあそんなもんでしょうね。このくらいの位置だったら。そうですよね。あなたもそうかいですか。じゃないですかね、多分。あんまり疲労を残さずにゴールしたいなと思って。え、今後に何かあるんですか、この後。モンブラン行くんですよ。あ、僕も行きます。あ、そうですか。はい。だからあんまり継続性を崩したくないっていう。なるほど。さすがです。いやいや、もっとでも後輩になったらメラメラしてくるかもしれない。あ、でも早いですね、前ね。ね、前はめっちゃ早いですね。すごい。でもそれ持ちながら走るってすごいですよね。この前やってみたけど全然走れない。今日はバッテリー3つ予備があるんで、いっぱい撮ります。すごい。あの、プレイする動画撮って、YouTube に上げたりしてます。長尾さんって調べたら出ます。ガオって調べてください。あ、見たことある。ただ走るだけの動画っていう。あ、見たことあるよ。本当ですか。はい、あ、見たことある。ガオさん。あの、近くにあの、ガチョウが住んでるんですよ。あ、よく一緒に走ってて。あ、ちょっといろいろ影響を受けて。見たことあるよ。あれ、どこから来たんでしたっけ。広島から来ました。広島から来ました、この3人で。いやいや、番号がみんな若いんですよ。50番とか80番、40番とか。屈強な3人組にちょっといいところで遭遇して。これ走ってないから。これ走ってない。ロード系トレイルランナー。いやー、でもこのパックは来そうですね、後半。じり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 。暑いしね。そう、暑いし。ちょっと運よく出会ったんでトレインしてもらってます。あ、調子悪かったけど引っ張ってもらったら復活してきたかな。今15キロでまだ累積150メーターちょっとしか登ってません。先は長いです。右からも行けるんだ。まあでもみんなこっち行ってるからこっちでいいか。ああ、渋滞ポイントなのかな。まだ混んでないっすね。あ、これがその送電線の下の林道っていうかトレイルか。なるほどね。はい、ここまでは本当トレイルなんでもなんでもないですね。峠層見えてきた。暗くなるともう全く絵がなくなるから今のうちに撮っとかないと。全然良くないけど。そうですね。なんてことない道ですけどね。よいしょ。田中さんに追いつかれました。19キロぐらい。いやいや、ここに行きませんから。富士宮まであとどれくらいですか。富士宮もうちょっとですよね。もうあと2キロぐらい。あと2キロぐらいですね。英語で。あと多分10分ぐらいですけど。なるほど。英語でトイレ行ってる間にみんな行っちゃうかな。今 19.7 キロで累積318メートル。今1時間49分19秒です。田中さんが前にいて、もうちょっと後ろから萩さんが来るらしいです。全然心拍数下がらない。田中さんに。あ、こんな狭いのか。すげえ。なんてこれ。ああ。
安全な安全なところで松永さんですよね。ポッドキャスト聞いてます。ああ、どうも。どうもありがとうございます。あの今度あのディープジャパンウルトラ100っていうもう宣伝しまくってるけど、はい、ね、今度ポッドキャストでやるから。あ、そうなんです。今度月曜日、はい、楽しみします。僕の思いを全てぶちまけてる。100マイルやるんですよ。あのディープジャパンウルトラ100、ついさっき富士宮エイド通過しました。滞在2分ぐらいで今大体1時間58分ぐらいですね。どれくらいだ？キロ5分40ペースです。いや、夕日が綺麗。何番手ぐらいかな、60、70番手くらい。100番までは落ちてないと思うけど、もうすぐ日が暮れそうなんで、そろそろ寒さ対策も準備しようと思います。山田選手、今日はどれくらいで？今日は、24時間で。おお、24時間。これあれですね。これ元々のコースの予定ですよね。元々は、元々は26。そうだ、言ってましたよね。前回の時より。あれ ?3 年前が。28時間25分。ああ、そうだ。早い。2時間短縮を目標。タイムチャート通りですか？10分早かったです。結構早いですね。そっか、だとすると、まあ、どっかでちょっと結構撮ってるんですか？結構撮ってます。なんか知り合った人とか撮りました。して前には田中さんがいます。どうぞ。すいません。どうぞ。対策の動画がですね。そうですね。入りすぎでは。いやいや、こんなもんですよ。あーす。さあ、次は行く富士山が見えるかな。天気良さそうだな、マジで。夜は冷えるかも。はい、いよいよ暗くなってきました。今6時27分距離が31キロ、累積標高が、608m。 危ない、危ないそうだったですね。なんでタイムが2時間57分です。ほとんど走りやすい区間ですけど、今前にも後ろにも人がいなくなって単独で走ってる感じです。ちょっとお腹の具合がやっぱりよろしくない。まあ、ぼちぼち行きたいと思います。あ、本当だ。今スタートから4時間50分距離が 47.3 キロ、平均ペースキロ6ぐらい、追跡が 1046m。 胃の調子が、そう、胃の調子が最悪です。ふもとエイドで田中さんと萩さんに拾ってもらいました。結局いつものメンバーっていう。いやマジ助かった。まあでもいつまでこのトレインに乗れるか。エチオピアね。エチオピア。超人口まで行く、行けるかどうか。まあ最悪元スコで体が胃が痛すぎたらと考えようかな。早いね。
決定的瞬間。やったー。どこだ、50キロ手前。麓を出てしばらく来たとかですかね。西方くんを JR 田中号捕まえました。またトレインが長くなっちゃったよ。だいぶ行列ですもんね。後ろは慎吾さんとかもいるから。そうですね、そうですね。あれは上田さんとか。上田さんもうちょっと前だと思います。前が谷川さんっていう、はいはい、アイスめっちゃ強い人、はいはいはい、エイドワークでじゃあだいぶ呼ばれた。ここもしかしてこの間自分が間違えたと思うんですか。バツって書いたらちゃんと。あの時は皆さんすいませんでした。あ、松井さんって後ろ。え、松井さん後ろですよ多分。これあれだな、俺らも間違えてる。え、あの走走の時。あ、 A グループも、うん、なるほど。あれっつってなんか変なとこから上がってきた。スタートからちょうど7時間、距離 60.1 キロ、累積が2110、平均ペースキロ7分ぐらい。さっきマグネシウムを取りすぎた上田さんと合流しました。見えないかな。お腹の調子が。毎度毎度、うん、お腹 PP 仲間で。まだ元気そうですけどね、でも。いや、また来そうな。まだマグを入れてるんで。なるほど。回数はいらっしゃいましたけど。おトイレと、お友達に。どこまでお友達なんですか。はい、ありがとうございます。よし。今ちょうどこの本栖湖から、精進湖か。ラップタイムで1時間10分ぐらいですね。もう半分ないと思います。超人フェード 66.5 キロ、今7時間48分、累積2200、この区間1時間58分ぐらいですね。よっしゃ。サポートは、サポートエイドは、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの、紙コップさ、俺のジンジャーエールで長く入れてあげて。で、俺はコーラが欲しい。コーラ、ジンジャーエールじゃなくて、自分のこれですね。うん、欲しければどうぞ。ごめんなさい、どうしようかな。200円かしら。え、200円。200円あるよ。200円。あ、はい、ありがとうございます。あれ、渡辺君も行っちゃった。渡辺君行った。あ、早いの来た。この後ろね、5分前ぐらい。渡辺さん、この後ろのボトルにも見えてる。あれ、これ、入ってなかった。これ、はい、これです。これ、このボトルに水ね。はい、ありがとうございます。コーラ、コーラ。いや、なんとか生き長らえた。磨いて。これはなんか、元気そうだったね。ね、少し、うん、今何番手ぐらいですか。3、40番ぐらいですか。もっといい。ここだと多分分かんない。サポートまで来ない。あ、そうか、そうか。来ない。ごめん、あの、あそこでお願い。戻すとじゃない。富士急、富士急大丈夫、大丈夫、いける。もうこのペースでみんな来てくれるから、全然いける。ちょっと、富士急でこれ出しといて、この、正直この。これ絡めます。はい、頑張ります。すみません。そう。まっすぐ行って右。
疲れです。ああ、お疲れです。ヒーヒー言ってます。みんな仲良くなった。瀕死の状態を救ってもらいました。どうだった？いいですね。ちょっと戻ってどっちでいいですか？いいよ。超きついですね。胃薬いる？この人胃がちょっとあんま良くないな。今3分ぐらい。どうだい？あ、やった。いやー、どっちは疲れた。ちょっと食べる。はい、疲れますね。走りっぱなしで。お茶買いたいじゃないですか、ね、お茶買える？お茶飲みたいです。何ですか？何お茶持ってるの？麦茶ある？あ、飲みたいです。麦茶ある健吾さんどれくらい前？5分前ぐらいかな、うん、ちょっと待って、ね、あ、ちょっと待って、岩谷君はどれくらい？岩谷君は分かんない、全然分かんない。あ、でもこんなかなりじゃないか、そんな変わってないですね。いやこれどうすかな、水もう1個持ってくかな。3時間だろう、次3時間多分、うん、22キロぐらい、22、3キロぐらい。なんで200円借りたかって途中で自販機あるの知ってる。足りなかったら買うか。いや足りなかったら買うか。いや俺がもらったから、じゃあ一応入っちゃおう。500円を授かってきます。大丈夫、どこに行ってたか。ジュニアに飲んだ？飲んでないです。飲んでいいですか？これ使うか、こうとか全然後ろ来ない。あ、じゃあちょっと200円。多分ちょっといい。金は置いてある。よし、はい、ありがとうございます。おい、マスクしてねえけど。ゴミとか全部捨てた？ゴミ捨てない。忘れてた。やばいやばい。あ、ゴミ袋捨てちゃダメだよ。ゴミ袋も使ってないからいいや、これ。それ長くんとこに入れておく。はい。あとこれは？これも？それ持ってきます、持ってきます。やばい、ぼーっとしてるわ。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。頑張って。はい。セキュリティ元気に行きましょう。あれ、上田さんいますよ。誰？上田さん。はい。はい、切ります。はい、行きます。大丈夫ですか？まあ、そう、お引き立て足を取りそうなってやめてしまった。いらっしゃい、頑張ってください。はい、行ってきます。右側のレーンからお願いします。右側のレーンから、はい、よし、滞在6分ぐらいですね。5分50分はい、よし、富士急まで3時間ぐらい頑張ろう。頑張るぞ、頑張るぞ。よし、持ってくれ一応。どうします？上田さん、あ、出てる。お城さんとかは20分差ぐらい。早いな。はい、失礼します。ちょっと待って、48ね、もうちょい前かと思ってましたけど、ミラーだからの猛追を期待してます。そんなに遅くないよね。はい、ナイスです。はい、今岸和田山を降りてきました。時間が1時31分タイムが10時間1分、距離83キロ、平均ペース7分14、実績2779m です。上田さんはちょっときつそうだったので先に行かせていただいて3人のパックになりました。元気ですか？元気だろ。今40番台なんですかね、多分。うん、まあ、富士急でやめる人も
いるかもしれないけど、うん、まあこのまま上がっては20番台くらいですかね、良ければ、いい調理を持ってくれ。大体のが当たるよし、富士急まであと7キロくらい。よし、お月が綺麗。まだ喋る余裕があるから大丈夫かな。きついけど。富士急ハイランド到着。あ、ドロップは大丈夫です。はい、あります。サポートエンドどこ？あ、ち、奥です。奥です。うん、マスクが。よっしゃ。よし、よし。これ俺？うん、そう。ここ交換してもらう。お湯飲むよ。お湯いただきたいですね。あ、これお湯。あ、それただ麦茶だ。ただ麦茶。お湯入れた方が。あ、そうか。それだ。もともと予定してなかったからあれですね。あんまりね。寄せ集めよう。そんなにでも寒くなってきて、水もあんま飲まなかったし。自分のパックからちょっとジェルを出したいですね。ありますか今。なんか私はね、ジェルもちょっと試してみようかなと思って。チャレンジャーは、あ、ここじゃないですね。もう一本。あ、こっちじゃないか。こっちが、こっちが、一応、キララ用のやつ。あの、でっかいばっかり入ってたんで、じゃあ大丈夫です。OK です。4番。バッフルはまだ1本持ってますね。あんまり進まない。ちょっとじゃあトイレに行かせていただこうかな。トイレですか？はい。あ、そうだ、電源交換、入りました、うん、なんかね、酸っぱいのがちょっと辛くて、アングーのがいいわ。お疲れさんです。お疲れ様です。あ、できますか、うん、できる。これって結局、あれですか、同じか、ごめん。あ、入れ、もう作っちゃったんだ。ただの水ってあったりします。あるよ、入れ替える。あ、こうじゃないのか、こうじゃないのか、うん、そこ開けなくて大丈夫です。そこ開けなくて、そうか、ここで取るやつか。ちょっと難しいですよ。これをこうして、こうして、バッテリーを変えます。たま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 たなんですか。ダメだ。ラップしなかった。よし。いや、ジェル入れとしてんの。あ。メバッテリー。これ持ってた方がいいですね。景品だから。どうなんだ。使い残った電池って持ってなきゃダメなんですか。持ってなきゃダメでしょ。ダメか。2個なきゃダメ。カメさん。カメさん。あ、なんかやってる？他の水を変えてもらってる。うん、やっぱり。ああ、そういうことか。あれ。うん。ああ。ここにグミを入れてほしい。こういう、あとお茶を欲しい。あとお茶。ちょっとだけ。あとは水を足しといていただけると。じゃあ、ありがたい。そのトイレに行きます。ああ、あったかほう。あったかほう。これに、これにお湯を入れる。うん、そうそうそう。ここはもう最これ多い。最低限しか準備できない。で、水入れてほしいです。水入れてほしい。どうしようか。ああ、ちょっと見えちゃった。ほぼほぼ飲んでる。受け付けなくなってくる。メダリストが辛いです。でも酸っぱいものが
それ多分もう使わないで、ね、こっちは予備でもいい。これもいいのかな、気をつけなかったから。こっち水入れる？はい、一応じゃあ、はい、長いですよね、ここ的もね。あ、でもいいかな、寒いから飲まない、大丈夫です。これ満タンだから了解です。これはどうする、もこっちに。あ、そうですね、じゃあ、うん、受け取って、で、キララで渡せばいいよね。はい。あ、そっか、惜しいのもあるのか。惜しいのもあるね。まあ、でも惜しいのか、先は1リットルあれば、大丈夫と思う。まあ、最悪ここに入れればいいから、ね。はい、ちょっとなんかいいね。さっきの餅が、あ、もうちょっと怖い。次ドリンクどうする？また水と水がいいっす。両方水？ああ、チャレンジャー。チャレンジャーと水。もしお茶があればお茶ぐらい。お茶。いや、お茶と水。お茶ってか緑茶がいい。緑茶が。緑茶とチャレンジャー。ゴミは出したよ。必ず忘れてる。あ、それ今。GoPro を忘れてることにちゃんと気づきました。今、星野に向かう。なんだ、峠に向かうトレイルを走っています。時刻は3時57分。明るくなってくるまでもうちょっとですかね、うん。相変わらずハイさん、田中さんとパックで移動中です。いや、ここきつい、急登が。このままのペースでいけば、まあ、大体多分22時間前後ぐらいゴールですかね。一応はちょっとマシになってきたけど、まだ油断できない。気抜いたらやられそう。よいしょ、よし、頑張ろう。星野の映像でところです。13時間12分。はあ、ロード長かった。まだロードっすか。いや、もうちょっとだけですね、多分。108キロ。まだ4じゃん。3000、累積3400。ああ、ダメだ。じゃあ何時ぐらいって言われて。はい、6時半って言っちゃった。このまま行ったら6時6分ついちゃった。今5時21分、星野から、山中湖に向かう途中の林道です。雲海が、星野方面の雲海が見えるかな。今だいたい112キロ、13時間52分、累積3780、平均ペースまだ7分24秒。その辺の下手なウルトラマラソンぐらいのペースですね、やっぱり。まず、
パックで進んでます。山中湖まであと40分ちょいぐらいですかね。のんびり行きます。天気が出る場所に着きました。雲海と富士山、すげえ。おお、すげえなこれ。ナイス、ナイス、いい景色だ。ナイス。終わってないな、まだ始まってないんだから。もううちらも結構結構満身創痍ですけど、結構満身創痍で、はい、騙ししてるんで、行きましょう、行きますよ。ちょうど山中湖に降りてきたところで日渡さんがかなりきつそうです。それぞれきついけど、もう走れないのかな。残念。富士山雲海。いや、来た。ここからが本当のスタートです。ちょっと足をこんな感じですけど、まあ、なんとかなるでしょう。なんとかなるでしょう。行くしかない。はい、気持ちで行きましょう。行きましょう。ああ、行くぞ。飛ばしすぎ岩田君を。はい、もうすぐ来ます。200点の絶好調勢がいっぱいいますよ。いや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 、あ、前にそっか、前吉村さん、西方君、いや、もう結構前、慎吾さん、慎吾さんね、おお、もうそのストーリーズの閲覧者にいてあれってなりました。さっき見ました。いや、もう足あんま動かないですけど、そういう余裕はあります。なんとかなんとかゴールします。おー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あー、来た来た。1時間23。おー、うまそう。いただきます。持ってくれよ。おー、お久しぶりです。あ、トモヤさんいるわ。おーし、お疲れです。あら、入ってた。おーし、もうすぐ来ますよ。はい、間もなく。あー、かなりきつそうでした。すごいね、今日はいいわ。ここまで来たらか30分ぐらいです。あ、下り行って、今回とはまたちょっと違う感じになるからいいな。靴を履き替えました。他のチャレンジャー
KR6 のワイドからノースペースのフライトデクティブ、カーボンがなんとなく設置の感じを優しくしてくれてる気がします。本当かな。萩さんもちなみにフライトデクティブ、よいしょ。さて20曲がりまでボコボコアップダウン頑張ります。今山中キララから、2時間ぐらい、ちょうど 10.94 キロ。お、累積が 4900m。 20曲がりまであと多分10分15分かな。暑くなってきました。今アウト10分ぐらいで下るんだよ。よし、西堀分岐。ああ、この区間2時間21分。まあ2時間半ちょいぐらいかな。いや、今日は足元いいですね。全然ぬかるんじゃないわ。ついこの間まで雪でドロドロだったのに。よいしょ。この区間だけで累積1100ぐらいあったよ。きつい。あとは佐久市とラストボス下山で、それが終わったらもう下ってゴールですね。元気出てきた。はいはいはい。二人でずっと行くんですか？また中で。まあ、サックで。三人で。もうね。三人で行ったら楽しい。ふもとからずっと一緒。あ、本当に。そうそう。死にかけてたところがあって。寝たんですか？寝てない。寝てない？なんか三人で喋りながらそのまま寝ない感じ。寝ない、寝ないね。寝ない。寝ないよ。暑すぎて。あ、余裕に。でも暑いから気をつけて。うん、足来てますよ。まあ、いますよね。まあ、ここから着手、頑張ってください。はい、楽しんで。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。よし。マキノさん来ましたね。マキノさんが来てましたね。うん。あ、おお。よいしょ。あっち。え？うん。江戸滞在は7分弱で、今17時間24分ですね。よし。もう一度頑張り。あと4、5時間？ 5 時間くらいですか。4時間半か。20曲がりから1時間17分やっと着きました。もうヘロヘロだよ、暑くて。富士山は綺麗だけどね。よいしょ。ですシャクシーワースト記録だなこれ。はい、ありがとうございます。よし、金も鳴らさずにおります。もう金を鳴らす気力もないよ。こっから激下りでアスミコエイドに向かいます。気をつけよう。スタートから19時間45分もうすぐアスミコエイド
距離が 143.5km、 累積が 5737。 いや暑かった、もう脱水です。もうギリギリの状態で走ってます。水浴びて、これに水つけて、水汲んで、水ガブガブ飲んで、下山に向かいます。よいしょ。ちなみにこの区間は2時間21分30秒でした。あ、水ここにありますよ。吉田うどんゲット。下山に元気をいただきます。うまそう。水汲んでます。見えてきました、最後の下山、地獄の入り口、ラストプッシュ。無理。暑い。よし、あー、シャワーついた。よし、行きます。あー、こっからお散歩だ。いや、もう写真撮っちゃうんですよ、厳しいな。これか、ストラバ。すいません、今日は楽しめそうもありません。今、下山の登りの終盤に差し掛かっています。登ってあと1時間くらいあれば着くと思うんで、まあ、22時間台ギリギリ、22時間台、はい、行けるかどうか、多分大丈夫だと思うんだけどな。はい、そうですね、できるだけまとめたいですね。下りが足が痛いんで、筋肉痛がひどいんで、どこまで走れるかわかんないですけど、まあ歩いてもキロ10分でも行けると思うんで、最後頑張ります。よっしゃ、山頂、頂上。頑張ってください。はい。よくここまで。皆さん、いってらっしゃい。ありがとうございます。はい。あと 7.5 キロを1時間20分だそうです。ちょっと長かった、さっきの言ってたよりも。涼しい。頑張ります。はい。よいしょ、富士急に降りる、下り坂に入る前の最後の急登、これでもうほぼ登りは終わりでしょう。あ、釣りそう。うん、よいしょ。ヘロヘロです。ありがとうございます、何回も。超元気出ました、あそこで。
でも写真送ります、後で。後で。ありがとうございます。一瞬あそこがもう、あの林道かと思ってちょっと。ごめんなさい。まだあったみたいな。ハギさん。ハギさん。ハギさん。田中さんがちょっと熱中症気味で、なんとか22時間台でゴールできればと、あと30分弱ぐらい。もうすぐですよね。ちょうど出たら2キロぐらいですもんね。おかえりなさい。ナイスでした。あとちょっと。あとちょっと。ね、いけるいける。ここでもうロード出たらあと2キロぐらいです。もうすぐロードですね。はい、よし。歩きましょう。あ、いや嬉しいな本当に。感謝感謝。水がないですか。多分富士急に行って飲んじゃった方が早いかもしれないです。もう多分歩いても間に合うんですけど、萩さんが歩かせてくれ。はい、ありがとうございます。こっちですね。はい、よいしょ。もうちょい大丈夫です。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。来ました来ました。踏切クリア。はい、もう大丈夫でしょう。あと歩道橋が1個あるって言ってたかな。それがきつい。いや今回はマジで、走り始める前から胃が痛すぎて、ふもっとついた時ヘロヘロでしたけど、田中さんと萩さんとパックに入れてもらって、なんとかやめようか悩んでた。ふもっとから110キロ走ってますから、あ、約120キロぐらいか。いやマジすげえわ、我ながら。え、なんとかなりましたね。でもあんまり練習に支障がないように走りたいとか言っといて、もう足が痛すぎてしばらくちょっと走れなそうです。まあでもこれ以上辛い100マイルは多分もうないと思うんで、いや本当に嬉しいです。あと多分1キロくらいかな。最後まで楽しみたいと思います。ラストラン、ウィニングラン。もうちょい。はい、お疲れです。ほとんどじゃねえよ。ゴールで待ってるから。はい、ありがとうございます。え、これじゃない。ごめん。はい、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 ただいま。はい。一緒にゴールダメでしょ多分。本当？いや大丈夫、3人で行くわ。うん、でも繋ぎます。一緒に繋いで。よっしゃー。おめでとう。お疲れ様です。ありがとうございました。萩原選手。萩原選手お疲れ様。そして田中選手。田中選手。
お疲れ様で3人で戻ってきてくれました。水分補給もしっかり行ってください。ぜひぜひこちらもありますので、はいはい、お疲れ様です。この暑さの中本当に大変だったと思います。きつかったな。私のところで休んでいただいても大丈夫なので、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、最後に盛大な拍手を。拍手を。お疲れ様です。100マイルうまく走れ。ちょっと忘れちゃったよ。長尾選手、萩原選手、そして選手。いや、マジお疲れ様でした。ああ、すみません。長尾さん、ありがとうございました。またあっちで。とりあえずこれにてフィニッシュ。マリアさん発見。イエーイ、行きまーす。お疲れ様。ナイスだー。何位ですか。いや、結局30番ぐらいでした。あれ、やられちゃいました。余裕じゃないですか。いや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 、もう全然です。もうスタートからもうギリギリの感じでずっと。やめちゃったって言うから、どこまで行ったの。キララまで行って。キララまで。でも あのペースでキララまで粘ったな。いや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 、あそこからが勝負じゃねえかって思ってた。いやいや、また来年。あの途中上田さんと会ってるんで。ああ会いました。上田さんも帰っちゃった。あ、帰っちゃった。上田さんはもう30時間かけてでも行くって言われて。そう、途中結構ね、2、3時間長いこと一緒に上パックにいたんですけど、あの勝山降りる行く手前あたり、はいはいはい、でちょっとやっぱ辛そうになっちゃったんで先に行かせてもらったんですけど。なか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 うまくいかないですね、100マイル。まあまあ、うまく走った人もいっぱいいますから。言い訳です。頑張った。ちゃんと食べれてるから大丈夫。あ、全然僕です。お疲れ様です。そして本大会の実行委員をご紹介させていただきます。この方来てます。初めに富士急行岩田さんは来てるよ。山形死んでたけど。社長、あの時の悲壮感がもう忘れないです。副会長堀内剛一郎様、ちゃんと動画よろしくお願いいたします。大公開する予定です。あのね、1時間10分ぐらいの招待者です。へぇ、すごいね。そんなことやってる余裕だけは。いけよ。いや、それとこれとはまたね。だって写真に写るから、ただいま、ご紹介に預かりました、堀内でございます。まず、アスリート、選手の皆様方が、本当にこの全国から、富士山の国六、南六も含めてですけども、お越しをいただきました。心から感謝を申し上げます。ダブル渡辺さん。渡辺生多いから日本で7番目ですから。健吾さんは疲労は疲労ないよ。疲労ない。足も大丈夫な感じ。俺一番元気。ああ、そうですか。でも自分も元気でしたよ。岩田さんとかみんな足がやっぱ残っちゃって。昨日よりは今日の吉田氏を代表しました。やっぱ1日寝たからだいぶ。ああ。終わった後はね、ちょっとバキバキだったけど、昨年はですね、感染症によりまして夜中はちょっと脱水気味でやばかったですけど、起きたらいい感じ。大丈夫。いい。あ、もう元気です。もう食いまくりました。朝から。麻婆豆腐食べていけない。麻婆豆腐はもう食べません。マジで。じゃあこのメンバー、はい。これ動画ですけどね。動画かい。皆さんお疲れ様でした。結局なんかもうみんな復活してるって翌日には。でも俺今走れないけどね。痛いけど。まあ走るのはちょっとまだいいかな。火曜日の激坂はありますか。ない。同じこと結局いいよ。LDA のグループランジャーのエチオピアランジャーの我々が最初についてる。マジか。まさかエチオピアがまもなくエチオピアランジャー木曜日にやるトラック連トラックはやりましょう。またね、俺ってさ順位が見てるさ、富士急の前にさ、お疲れ様でした。まずはじゃあ行きますと思います。はい、じゃあまた。はい、皆さんお疲れ様でした。じゃあ気をつけて。はい、またよろしくお願いします。どうでした。どうでした今回は。反省。さっき小野寺先生に怒られちゃいました。怒られちゃいました。反省しろって。まあ順位はちょっとでもあれでしたね。
順位出てる？あ、出てないですよ。でも100には入ってないですよね。だって100早かったよね。早かったですね。25時間台でしょ。あ、そっか、そんな早いんだ。はい、優先権ゲット。まあ、来年は招待選手です。ゲスト頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。あ、帰ってきた帰ってきた。ほとんど最終ランナーが帰ってくるみたいです。最後が一番最後だ。最終ランナーを取る人々。おお、マジ？ガチオ大丈夫かね？ガチオ。ガチオちょっと滑って転ばないといけない。大丈夫。最終ランナー11時25分ってことは何時間だ？わかんない。40でも。あと5分だもんね。そうですよね。残り5分でフィニッシュだそうです。素晴らしい。40時間以上はちょっと走ったことないけど、やれる気がしないですね。いや、素晴らしい。おめでとうございます。今度こそラストらしいです。